はい、では柿崎コーン回転やっていきたいと思います。ちょっと録画の方がうまくできてないかもしれないので、もう一台の方で携帯で撮ってるんですけれども、そちらだとちょっと指が映っちゃうかもしれなくて見づらいかもしれないんですけれども、ご了承ください。ではやっていきたいと思います。一応狙いは専用装備ですね。そちらが取れたら終了かなっていう感じですね。意外と金券が取りましたね。これも専用装備さえ取れればかなり強いんじゃないのかなと期待してますね。なかなか出ないのは分かってるんですけれども、早く出てほしいなという感じですね。まあ他のはだいたいある程度回しちゃうと取れちゃうので、かけらとかですかね、たくさん出てほしいなという感じですね。あとはお城も持ってないので、そちらもまあ四隅かけら以外どれか取れると嬉しいなっていう感じですね。なかなかかけらの方も取れてないですね。おお、白出た。これはかなり嬉しいですね。こんなに早く出るとは。ちょっとここでやめたいぐらいな気持ちが出るぐらい嬉しいですね。ただこれでも天井まで行ったとしても専用装備取れるので、でお城ももちろんもう取ってあるので、目的達成って感じですね。まあ専用装備が出れば終わりたいと思います。かけらもいい感じですね。まあ、一応スキップしちゃうとちょっと面白くないかなっていうのもあるんですけれども、ちょっと動画長くなりそうですね。何気に金券も銀100で取れるので嬉しいですね。
かけらもいい感じですね。まあ超越なかなかできないんですけれども、やっぱり専用装備5超越で必要なのきついですよね。あと英傑になるともう専用装備取ること自体がちょっと難しいなっていう感じで、幸運回転で取る以外ちょっと絆では厳しいなっていうのが感想ですね。まあ超越自体も5超越なかなか再編40枚は厳しいですよね。やはり設計図は8万枚ですよね。結構今のところまだ残りがあるので、資源以外が出てくれてるので嬉しいですね。本体もね、出てくれると嬉しいんですけど、まあお城だけ出ただけでも正直ほっとしてますね。かけらが今16枚ですね。割とまあまあですね。一応3万で16万ですね。3万で16枚ですね。なのでギリギリ40枚いくかいかないかってところですかね。まあ最低40枚取りたいですけどね。まああとは専用装備が出てくれればそのポイント変えられるのでって感じですね。これで金券も絆もなくなったので、資源が多くなりそうですね。こちらが結構取れましたね。おー、かけら連続で。
高温回転天井までやるの初めてなんですけれども、結構時間かかるんですね、これね。今で一応11分ぐらいですかね。だいたい半分で11分、天井まで行くとちょっと20分ですかね。特権ですね。ちょっと特権が低いことがバレてちょっと恥ずかしいですね。このかけら1枚は大きいですよね。1500枚分なので交換するとき。資源だらけになってきました。4万4000ですね、今超銀使ったのが。かけらが26枚、天井までにはなんとか1枚いってくれるかなって感じですね。今で4万7000兆銀ですね。全部資源ですね。おお、これはかなり嬉しいですね。柿崎本体めちゃくちゃ嬉しいですね。一応これで、まあ、専用装備取れなくても2つ仕事柿崎取れたので、これでもう完全勝ちですね。かけらのペースもなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。おお、これは嬉しい。33枚ですね。これで34枚、35枚、おお、かなりついてますね。柿崎また来てくれましたね。こちらも出てくれて、今で5万7000兆円ですね。まあ、どちらにしろ
ポイントも結構溜まってるので、何かしらと交換なので、まあもちろん専用装備とか当たってくれれば一番嬉しいですけれども、今で6万超金ですね。これはやっぱり、まあ、天井までというか貯めていっぱいやってよかったなっていう現段階でも思いますね。なかなか貯めるの大変だったり、まあ、もちろん課金すれば早いですけれども、まあ、結構な、ね、額になるのでなかなかゼロから課金っていうのは、これでかけら42枚来てますね。かけらの心配がないので、あとは専用か柿崎ですね。まあ、これだけ出てるとあまり贅沢も言えないですけれども、あと1万7、8000兆銀ですかね。1万3、今6万7000兆銀ですね。まあ、1回ぐらい来てほしいと思ってしまいますよね。まあ、ここで来ても、まあ、柿崎、まあ、専用取れれば柿崎もう一体ポイントで取れちゃうので、それが一番嬉しいですね。かけら結構取れてますね。これで7万2000兆銀ですかね。これで7万6000兆銀。これで7万9000ですね。次でラスト。最後はオール資源ですね。かけらが54枚ですね。こちらで絆装備ですね。これで取り替えて終わりたいと思います。ではよろしかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。